皆さんこんにちは、新谷の正木の中島です。本日私は、奈良市にございます、奈良山大通り沿いにございます店舗の物件にやってまいりました。まずはこちら、このようにですね、おしゃれな外観の物件となっております。それでは早速中に行ってみましょう。はい、お店はですね、このように広さの十分なスペースがございまして、事務所事務所がエステサロン、もしくはマッサージ店などにもぴったりな、そんな広さとなっております。こちら扉を開けていただきますと、お手洗いのスペースもしっかりとございますので、こちら、初めからですね、お手洗い用の、工事などが必要のない、そんな店舗物件となっております。また飲食店などにもぴったりな、そのスペースにもなっているんですが、奥にもしっかりとございますので、収納スペースなどもございますので、ぜひともご利用いただければと思います。奥に進んでいただきますと、こちらキッチンスペースなどもしっかりとございますので、整えていただければ、飲食店などにもしっかりと、使っていただけると思います。また2階もですねしっかりとございまして、階段を上っていただくと住居スペースにもなるんですが、広さが十分にございますので、しっかりと改装していただければ、こちらもですね、客席としてもご利用いただけるんじゃないでしょうか。こちら2階にもですね、現在はキッチンスペースなどもございますので、ご利用いただける方はですね、しっかりとご利用いただけると思います。またお風呂のスペースもございますので、こちらおしゃれなお風呂となっておりますので、ぜひともご利用いただければと思います。こちらのお部屋のすぐ隣にもですね、スペースがございます。ここにですね、広々とした空間がございますので、こちらもですね、ご利用いただければと思います。またこちら扉を開けていただければですね、バルコニースペースにもなっておりますので、こちらもですね、ご利用いただければと思います。またこちらですね、地下にもスペースがございまして、駐車スペース、そして倉庫などもございますので、気になる方はぜひともお会いをおっしゃっていただければと思います。こちら気になる賃貸条件などは弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお酒ではテナント物件も多数取り揃えておりますので、この機会にぜひ一度ご来店くださいね。ご視聴ありがとうございました。